はい、どうもレイです。本日は、洗濯機を使って戦っていきたいと思います。まあ、個人的に洗濯機すごい使いやすくて、俺は結構最近使ってるんですけど、まあ、その武器に、サブ効率を 3.9 つけました。なので、炭酸ボムがですね、たくさん投げれるということで、まあ、いっぱい投げまくって、まあ、もともと洗濯機は濡れない武器なんですけど、炭酸ボムが濡れるから、いいや、みたいな。炭酸ボムで塗っていこう、みたいな感じで、今日は戦っていきたいと思います。はい、マッチングしました。バッテラストリート、縄張りバトルです。ということで、本日は炭酸ボムをね、使って、戦って、なんだろう、炭酸ボム祭りをしていきたいと思います。祭りじゃねえや。普通に、炭酸ボムっていう武器は、濡れる時も濡れるし、敵を倒せるのも使えるし、結構使い勝手がいい。すぐ割れないことだけだね。もう結構クイクイ来てるけど。めっちゃ来てる。あー、ナイス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 。肉が、ギリギリでした。それはやばい。あはは、ガガガガガ。待って、めっちゃいる敵。やったー。初手、なんかいっぱい倒すの俺珍しいんだよな。いつも最初やられるみたいな。あ、降りてきてる。ね、インク出ない、頑張って。あ、ナイス。ちょっと、ボム投げすぎて、サブ効率つけてるけど、メイン効率つけてないからダメだ。メインのインクがなくなっちゃう。結構来るな。そう、これ、ここからさ、投げてればめっちゃ濡れるよ、敵陣地が。ただ、溜まるのは、あ、降りてきた。溜まるのは着地だからさ、そんなに、良くはないんだけど。降りてきてる。オッケー、オッケー。敵が至るところにいるね。ここ、右にもいるし、あ、それやばい。助けて。助けて、そのシールド。ナイスナイス、味方のこのシールドナイス。下がらしてる。あ、インクなかった、死んだ、これ。あ、来なかった。ラッキー。あれ、もしいなかった、気のせいか。ほれ、安全なとこからね、ボム入れていきましょう。やべ、詰めてきてるよ。ラッキー。射程では勝ってるからな、相手に。チャージャーとかいないし。ラッキー。せいもん、戦闘機強い、楽しい。ガッツァ強い、楽しすぎる。サブだけじゃなくて、なんか降りてきた。ほれ。サブだけじゃなくて、メインが強いよ、この武器は。味方がやられちゃったけど。あー、待って、これ怖い。いや、ここでヘイト稼ぎつつボム投げまくるか、後ろが来てる。挟んでる、挟んでる。味方頑張れ。あー、ナイス、味方ナイス。ガガガガガガ。もう一人来てる。なんか敵いっぱいいる、ラッキー。もうほんとサブ。サブもだけどメインが強い。あ、いや、あとちょっと、ナイス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 。死ぬ！ラッキー。あれ、俺死なない？当たらない。俺全然やられないぞ。ただただすげえ狙われてる。待って、これ後ろ来てるんじゃん。おお、ここで、ここであと炭酸投げてれば勝てる。あー、あっち行っちゃった。もう結構濡れたっしょ。塗りは炭酸、切るはメインみたいな。いや、やっぱ洗濯機いいかも。ありがとうございました。うわ、洗濯機という武器が合ってるわ。ちゃんと一人暮らし始めてから洗濯機しまくったしな。洗濯機じゃねえや、洗濯か。はい、マッチングしました、バッテラストリート。ステージは変わらなかったんですけども、はい、あー、ローラー3枚だと、なんかローラーばっかだ。事故っておるぞ。ただバリアブルローラーだから、別に塗りが弱いわけではないけど、シューターがいないのだけがちょっとね、悔やまれるというか、シューターなしというね。ジャンプ打ちにやられた。ゴーニガロ2発ジャンプ、マジか。あれあれ当たるのすごいな。しゃあないしゃあない、貧乏くじを引いたと思えば大丈夫だ。あ、なんかコロコロしてる。塗ってるのか。ちょっと初手やっぱやられちゃったわ。危ない。
ん、味方行くなら俺も行くよ。ナイス、うまい。これはうまいね。ナイス。ちょっと一人下がったから、あ、何やってんの何やってんのなんかコロコロ対決みたいなしてたぞなんかグダってたけど、ごめんね、横槍入れちゃって。てかここからさ、炭酸届くの強くね。え、なんか降りてきたんだけど。よかった、気づかれなかった。隠れ身の術です、これが。ステルス。お、ナイス。これ多分ダメージ30ぐらいあるよ、普通に投げるだけでも。ん？なんかラグくね？なんかラグくね？塗りすごくね？味方が追われてるのを見た方、見た後に。うれ。味方をおとりにして倒しに行くという、なんとも卑怯な。はい、後ろから来てる。ん？あ、動いてる、動いてる。えらいな。あ、戻ってきた、やばい！あ、オッケーオッケーオッケー、倒した倒した。ちゃんと戻ってきたな。まあ、味方ないの、もう味方をおとりにしよう、どんまい？こっち来るか？来た。いや、ちょっと危ないけど、これ倒せる。風呂怖いな、少しな。うん、いいね。ねえ、やっぱメインが強い。で、塗りはサブのさ、スプリン、スプリンクルじゃねえや。この炭酸ボブに任してさ、炭酸ボブがいっぱい投げれるんよ。あ、これやれそう。削っ。いや、やりきれないけど。削ってる。無理だ。これ投げとくわ。いや、来てる。オッケー、よし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 。で、もう一人来てるから、倒しといて。多分ここいるよね。あー、そっちか。じゃあもう炭酸ボム投げまくって、このスーパー弱地もいらないから一回使っちゃおう。で、スーパー弱地でインク回復した後に、あー、来てる！あ、やれそう。あー、逃がした。しかし相手はピンチ。あ、いいじゃん。いいじゃん、これ。炭酸ボムで敵陣地塗れるのめっちゃいいよ。俺、吸盤ボム投げてる感覚になるんよな。よかったでしょう。ありがとうございました。ちょっとこれ、いいかもしれない、このギア。サブ効率、ガン積みいいかもしれない。はい、マッチングしました。ステージがですね、バッテラストリートが、選ばれないときは、アロワナモールになるという、あんまり好きじゃないステージなんですけど。でも、通路あるじゃん。アロワナモールの。まあ、正直このギアでやろうと思ったのは、アロワナモールの通路を見て、まあ、炭酸ボム投げようかなって思っていたので、あれですね。とても嬉しいです。理に思い通りになって嬉しいです。結構塗れるじゃん、炭酸。でももう炭酸で塗るわ、もう。見て。166、あんまりだな。濡れてるじゃん、濡れてんだけどね。普通に塗った方がいいかな。意外と濡れてるくさいんだな。飽きてるな、これ。来るな。いるのは分かっている。いない。あれ、いなくね？あ？お、いるぞ。当たってるよ。あれ、もういない？当たったよ、で、今ね。あ、それか、ナイス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 。やばい！いや、これ、神回！反射神経が試されました。待って。ナイス？めっちゃ神回避したけど。あ、もう誰もいねえか。でも、ここね。この通路投げとけば、オーラ倒せるこれなんよ、これ。いねえか、これ。ここからさ、ボム入れちゃえばめちゃくちゃ塗れない？ほれ。これ相当厄介じゃない？この量の炭酸投げられたらきつくない？こっち逃げてきたんよ。ほら、ボムしかない。もう任せて、これ。ほれ。あ、シールドありがとう。優しいシールド。ほれ。めっちゃ炭酸与えてる気がする。もう来なくなっちゃった、こっち。あら、あ、来てる、来てる、来てる。あ、降りてった、さよなら。さよなら。俺に炭酸投げさせてほしかったんだけどな。あれ？
なんか泳いでるよ。あー、ナイス。頑張ったね。みんな降りている。俺も炭酸の前にこれ、敵いるよ。あとちょっと。オッケー。よし、これは、なんか登ろうとしておるぞ。オッケーオッケー、倒した倒した。ごめんね。登ろうとしてたとこごめんね。今度右側から入れていこう。わあ。いい、射程短くてよかった。今度はさっきね、あの左から撃ったの、今度右からね、塗ろうと思います。これ登ってきそうだな。いや、正面だ。いやー、短い、見にくい。うわー、でも勝てる。射程長くてよかった。あ、インク出てる。なんか、インク出なかった。うわ、俺が炭酸で最初塗ったとこ切ったね。ありがとうございました。なんか炭酸ボム投げてると煽ったみたいになっちゃうから、なんか悪い気もするけど。